ハイスピードは、ベイ・ウィリアムス社が1986年に発売したピンボールマシン。立体的なランプレーンやワイヤーレーンを用いた、それこそタイトル通りのハイスピードな展開に加え、それまでになかった以下の各フィーチャーを盛り込むことで、大ヒットはもとより、その後の近代ピンボールのスタイルを位置づけた一大モデルとなった。このうち、下の2項目は、 スコアディスプレイに14セグメントの LED を採用し、アルファベットの表示を可能にしたことにより実現した機能である。また蒸気に合わせ、以下のフィーチャーも本機で初採用である。外観では、バックボックスの上に取り付けられたパトライトとプレイフィールド中央のタコメーターを模した炎上のボーナスライトが特徴的である。本ゲームのテーマは、ポリスカートのカーチェイスである。 プレイフィールド上を時速55マイル超のハイスピードで駆け巡り赤信号を突破して追いかけてくるポリスカーを振り切り隠れ家に逃げ帰ることで本ゲーム最大の目玉であるハイドアウトジャックポットを獲得するバックグラスではスポーツカーを追いかけている警察官が大きく描かれているが追いかけられているスポーツカーの方がプレイヤーであるプレイフィールドはサンフリッパーである このうちサードフリーッパーはプレイフィールドミニオクに位置し、主にランプレーンにボールを乗せるために使用する。プレイ中に特定のターゲットをヒットさせることでプールされていき、ボールデッドになった際にまとめてスコアに加算される。獲得できるボーナス点は最大で6万9千点5倍である。通常アウトホールボーナスは1ボールごとにリセットされるが、 ホールドボーナスが点灯している場合は、リセットされずに次のボールに引き継がれる。また最終ボールで、ホールドボーナスが点灯している場合は、アウトホールボーナスが2回獲得できる。ティルトで、ボールゲットになった場合は、アウトホールボーナスは獲得できずに没収となる。本気のマルチボールは3ボールマルチボールである。ジャックポットバリューは、初期値25万点からプレイ中に、 どんどんプールされていき、最大200万点まで増える。また、ジャックポットバリューはゲームを終えてもリセットされずに次のプレイに引き継がれる。現行のジャックポットバリューはアドバタイズ中のスコアディスプレイに表示されるほか、プレイ中のステータスレポートでも確認できる。マルチボールのスタートシーケンスは、おおむね以下の通りである。マルチボールが始まったら、マルチボール中にランプレーンにボールを通すことで、 ハイドアウト、ジャックポットが獲得できる。ハイドアウト、ジャックポットを獲得すると、ジャックポットバリューは初期値の25万点に戻る。キックアウトホールに点灯し、点灯中にキックアウトホールにボールを入れることで、エキストラボールが獲得できる。エキストラを点灯させる方法には、以下の2種類がある。本機では1ボール中に、複数のエキストラボールを獲得することで、 エキストラボールを貯めることが可能である。ただし台によって最大個数が設定されており、それを超えると以降はボーナス点になる。また、エキストラを点灯させたまま別の条件のエキストラを成立させると20点灯となるが、獲得できるエキストラボールは1個となる。以下の各条件で獲得でき、いずれもクレジットを増やすことができる。ただし、台の設定によっては、 エキストラボール、ボーナス点、無効にされている場合もある。本機で新たに導入された機能で、プレイ中に左右いずれかのフリッパーボタンを押しっぱなしに、することで、以下の、各情報が、順次、スコアディスプレイ上に表示される。なお、アウトホールボーナスとフリーウェイバリューは、フィールド中央のライトで常に表示される。プレイヤーは1位から4位までのハイスコアを出す、ことによって、ゲーム終了時に、 自分のイニシャルを A 字3文字で登録することができる。イニシャル登録は左右フリッパーボタンで文字を選択して、スタートボタンで文字を登録する。登録が終わると、ハイスコアの順位に応じたクレジット数を獲得する。登録したイニシャルは、アドバタイズ時のスコアディスプレイにハイスコアとともに表示される。ハイスコアは、その台での一定プレイ数が経過するとリセットされる。なお、 スコアディスプレイ上の表示可能な最大スコアは9999,990点で、それを超えると、プレイ中のスコア表示は0点に戻るが、ハイスコアには9999,999 999, 999点で登録される。通常ピンボールのスコアで1の桁は使われないので、スコアがオール9で表示されることで、プレイヤーが1000万超えを達成したことが示される。 ピンボールの攻略は、それこそプレイヤーにより、様々なので、ここではあくまでも、参考として一例を挙げる。1992年に、同じスティーブ・リッチーのデザインによる、ザ・ゲット・ウェイ・ハイスピード2が、ベイ・ウィリアムス社より発売されている。1991年に、ニンテンドーエンターテイメントシステム用で、ビデオゲーム化されたものが発売されている。ファーサイト・スタジオによる、ピンボール・シミュレーター。 ピンボールアーケードに本機が収録されていた。2018年6月30日に、ウィリアムス社、バリー社の権利所持者とのライセンスが切れたことにより、本機を含めた両社のピンボール台の販売を終了している。ありがとうございます。